して怒鳴れます。なんとなく、なんとなくこのまま私振りの説明始めちゃっていいのかな。やっちゃうか。ですね、最初くだらな小助音頭っていうのがありまして、でそれは中本純子さんという方が振り付けしなさったんですけども、今日ちょっといらしてないので私が代わりにやります。でこれ永見さんたちが作曲したとても素敵な曲で、ちょっといや素敵ですよ。ちょっと普通の盆踊りと違う作りになってます。で途中でこうめちゃくちゃ踊りっていうんですかね、めちゃくちゃ踊りっていう感じで、その音楽に合わせてツンタカツンタカこう乗っていただく場面がいっぱいあって、でそうなったらもう円とか気にしないでガチャガチャになっていただいて、でまた元に戻ったら円で回ってねみたいな感じになってます。でなんとなくどうしようかな、なんとなくちょっとやってみましょうか。ちょっとあれなんだよな、スタタタッタ、どうしよう、スタタッタ、最初こう、ね、ずっとね、歩いてます、スタタタッタ歩いて、スタタ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 、おーで、あ、ちょっとずれてるな、どうしよう、ちょっとずれてる、すごい、なんかすいません、ちょっともう一回やってみますよ。スッタタッタタッタタッタ、左手トントントくだらなそうだし、スッタタッタおーれ、手をこうやってこうずっと進んでますね。でこれね、ひっくり返します。で押して進みます。押して押して引きます。引いて引いて押して押して引いて引いて、おい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 、バーンとこう輪になって、ちょ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 、これちょっと内緒内緒、ちょっと内緒にお楽しみで、こんな感じでもうめちゃくちゃにバンバン飛び回っていただけたらと思います。あと周りのこの浴衣の人たち見ながら真似して踊ってみてください。じゃあよろしくお願いします。私伊藤知恵さん大好きでさ、キノコのねダンス最高なんですよ、ね、今年もまた呼んでくださいねいや、そんな感じで、あ、そして大友バンドから助っ人がいっぱい来てくれ、わーみんなだったら豪華だよ、これで踊っちゃうんだよ、みんなめちゃくちゃ踊れていくじゃあ元気よく行っちゃいますか。くだらない小助音頭。一曲負けてくだらない